獣の力があれほどとは。人の姿に戻ればやれるはずだ。その時を狙うしかない。めちゃくちゃにしやがって、あの化け物どもめ。とにかく芝のドミナントを探すぞ。声だ。あれか。鉄王国の兵士どもだ。タイタンに手ひどくやられたが、だが数が少ない。あれは本体じゃないな。待て。エンファーチベイツだ。シヴァのドミナントがいる。ついてるぜ。何？間違いないのか。あの国じゃドミナントは奴隷も同然、化け物だったな。クリスタル聖教を信仰する奴らにとって召喚獣の権限は最も危険な儀式。それを執り行うことが許されているのは司祭どもだけだ。さっさと片付けるぞ。トレイスカット、ジェイラー、マスティアイラー。Salvation now, King. Alad Scully asked. Hey, Miss. We're just a couple of soldiers. Let us go. Bye, bye.お前は目標を叩けば。分かった。
やったか。まだ息がある。急げ、別の一団が来るぞ。まさかそんな、なんで、なんでジルが。どけ、俺が片付けてやる。そう、殺して今すぐ首を切れ。俺にはできない、できない。チャンブレック公国を裏切るのか。俺はただ生きるために剣を振るってきただけだ。あの国に忠誠を誓った覚えはない。誰の指図も受けない。いいだろう。ならば俺は任務を果たして生き延びる。そんな死ねと貴様を殺してな。ところで死にはしない。俺も彼女も。おざけ。私が自由に喋れるのも、名を与えられているのも、全ては俺のおかげということを忘れたか。皇家に飼いならされたベアラーが何を言う。ここま
で押されるぞ。こんなところで。長くは持たん。さあ、こっちだ。くそ、どうなってる。風獄区か、ダルメキアの壁か。鉄王国の軍勢すら一掃できんとは。召喚獣タイタンが聞いて呆れる。まあ、芝は抑えたか。とはいえ。私を好きにしたいなら、もっと働いてもらわねば。姉さん、あの雷鳴。そのうち嫌でも顔を合わせる。見つけたぞ、裏切り者シド。タイに通達。こちらも動く。お前も随分大物になったな。そいつのおかげで助かったんだ。感謝しろよ。トルガル。ん？こいつの名はトルガルだ。顔なじみか。道理でやけに吠えてきたわけだ。それじゃ後の世話はお前に任せるぞ。クライブ・ロズフィールド。
さっきの炎を操り剣を振るう姿、あれはフェニックスのナイトそのものだ。噂には聞いていたが、本当に生きていたとは。安心しろ、お前をどうこうしたいわけじゃない。俺たちの目的はこの子を口説くことさ。目立った傷はないが、一度見た方がいいだろうな。グッズ頼む。何をする気だ。いえ、俺たちの隠れ家に連れてく。このままにもしておけない。いいぞ。お前も来い。彼女が心配だろ。シド、早く帰ろう。ばあさんにどやされる。詳しい話は向こうについてからだ。行くぞ。もうじき着く。まだ黒の一帯の中だぞ。ああ、その通りだ。こんなところに住むバカはいない。魔法も使えず草木も生えない土地にな。それが世間の常識でね。なるほど、それで隠れ家か。ようこそ我が家へ。まさか空の文明の遺跡か。ああ、曲がりしてる。雨風をしのげるんでな。魔法を使わずに暮らすなんて。頭を使ってなんとかやってるのさ。ここで取れたんだ。えらく手間暇はかかったがな。うん、いけるのに。戻ったのね。よう、タルヤ。その子が例のドミナント？意識が戻らない。ちょっと体の方を見てもらえないか。分かったわ。グッズ手伝ってちょうだい。ばあさんが。代金は払ってある。大丈夫だから安心なさい。ならいいけど。とびきり腕のいい医者なんだ。任せておけばいい。ま、好きに見て回れ。俺は部屋にいる。
あのベアラー兵、新入りかしら。シードのやつ、もう部屋に戻っちまった。付き合い悪いな。さて、あとはシードの部屋の。ちょっとした仕掛けを考えてるんだが、こいつがなかなかうまくいかなくてな。さて、クライブ・ロズフィールド、お前あそこで何をしてた？ザンブレック公国軍のベアラーなんだろう。だとしたら、戦場の混乱に乗じたドミナント暗殺、おおよそそんなところか。殺そうとして気づいた。なぜ彼女が。それであの子を助けるために仲間を切って一緒に逃げようとしたか。ベアラーが任務を放棄すりゃ極刑と決まってる。逃げたところでその刻印だ。いずれは軍の耳にも入るだろう。大した冷落ぶりだな、ローズフィールド卿。客への礼儀ってやつさ。ジルをどうするつもりだ。どうもしない。自分の意志で生きてくれりゃいい。利用する気ならもっとうまくやってる。保護してるだけさ。ドミナントやベアラーたちをな。だがこんなことしてりゃ国から目をつけられちまう。ここの連中を守るために一人でも多くの腕利きが必要でね。力を貸してくれないか、クライブ。シドだったな。彼女のことを任せていいか。弟の敵を討つまでは何も考えられない。仇？もう一体の火の召喚獣、それを狩るドミナントを探している。火の召喚獣に二体目がいた。噂は事実だってのか。あの日俺は弟に生かされた。だから泥水をすすってでも生きてきた。弟のジョシアの仇を討つためだけに生きてきたんだ。奴らの監視から逃れることができた。今しかない。これがきっと最後の機会だろう。最後の。ならもう少し付き合え。仲間にはなれない。最後まで聞け。ザンブレクのロストウィングという村にコートから逃れたベアラーたちが集まってる。そこに火のドミナントらしき奴がいると知らせがあった。本当か？どうだ、付き合うか？仇が見つかるまでだ。支度を急げよ。
広間に行きゃ誰かいるだろう。手を貸してもらえ。いいな。彼女は安静にした方がいいわね。シドが連れてきた。確かグズと言ったな。これから外へ出る。支度をできる場所はあるか。ばあさんの店と火事場があるよ。ばあさんは取り込み中だし、火事場が先だね。この奥にあるから。火事場か。行ってみよう。待って、これを持っていくといいよ。鍛冶師のブラックソーンはお酒が大好きなんだ。多分これで話を聞いてくれる。あんたがブラックソーンか。だったらなんだ。用がないならさっさと失せろ。シドとロストウィングに向かう。その前に装備を整えたい。知らねえ野郎のために何だって俺が働かなきゃならん。そういうことか。届け物だ。なるほど、あいつの入れ知恵だな。仕方ない、人肌脱いでやるか。どれ。ザンブレクのベアラーヘってのは相も変わらずひどい装備をしてやがる。まあ今日だけは特別だ。ありものでこしらえてやるよ。こいつは酒の打賃だ。次回から素材はてめえで持ってこい。オンに切る。シドに振り回されんよう、せいぜい頑張んな。だったか。何を作る。どんな敵とも戦えるぜ。何か用か。何が必要なんだ。こいつなら敵なしだ。またな。あの行商まず数を間違えたね。助かったよ、装備が整った。そう
よかった。着いたぞ。もう少しだ。おい、その辺を開けてくれ。やれ、今日も怪我人が絶えないな。誰か手が空いてるやつ、水を持ってきてくれ。お、俺が行くよ。あっちをお願い、水を汲んでくるから。おい、待て。まったく、なんだって言うんだ。彼らはザンブレクのベアラーを保護したのさ。主が代わってひどい扱いを受けていたようだ。こいつは治療が必要だな。すまんが、タルヤを呼んできてもらえるか。上の階の医務室にいる。頼む、急いでくれ。タルヤ、あの医者のことか。あら、お見舞いなら別の機会にどうぞ。彼女眠ってるから。いや、あんたを呼びに来た。保護したベアラーを見てもらいたいそうだ。患者はどこ？ああ、下の広間に。これで大丈夫ね。患者を医務室に運んで。今日は大忙しだわ。ありがとうよ。ベアラーを保護するときはいつも怪我人が？今回はまだうまく助けられた方さ。もっとひどいときもある。お前さんか、シドが連れてきたのは。俺はオットーだ。ここのことなら何でも聞いてくれ。出かける支度をしている。あとは道具を揃えるだけだ。ならカローンばあさんだな。声をかけてみろ。ああ、そうする。助かったぜ。礼はまた今度。ここに居つくつもりはない。礼は不要だ。そう言うなよ。助けられりゃ恩に報いるってのがここの流儀なんでね。助け合いか。あんたがカロンか。いくらか道具を融通してほしい。ご挨拶だね。まずは名乗ったらどうだ、新エリ。クライブだ。お前さん、あの子の飼い主だそうじゃないか。
シドが拾ってきてからというもの、私が毎日餌をやってたのさ。これからはあんたがちゃんと面倒見てやんな。もう一人にするんじゃないよ。ああ、分かってる。トルガルが世話になったな。感謝するなら言葉よりも金をお出し。私は商人の端くれだ。金さえ出しゃそれなりのものを売ってやる。さて、道具が入りようなんだろう。何が欲しいんだい。こんなところか。どうも。なんだ、腹でも減ったのかい。飼い主からもらいなよ。クライブだったか。これもきっと何かの縁だ。あの小袋を一つあんたにくれてやる。余計に仕入れちまって困ってたのさ。ありがとう。今後ともごひいきに。